はい、皆さんこんにちは、しょなたんです。今回はですね、まあ、見ての通りちょっと今すっごいたくさんアクセサリーをつけていると思うんですが、たくさんたくさん質問をいただいていた私のアクセサリーたちを全部を紹介しようと思うとすごい量になるので、厳選して紹介していこうかなというふうに思っております。まあお気に入りでよく使うものを中心に紹介していければなというふうに思うので、もし気になるっていう方はぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、ではまずはネックレスからいきますか。結構ネックレス多いんですけど、今ね、机に並べてるんですよ。こんな感じでめっちゃずらっと並べてて超あるんですけど、まあ、先にネックレスからやりますか。じゃあまずちょっとつけてるものから紹介していこうかな。まずこのどれって感じなんですけど、この細いやつね。こちらのめちゃくちゃ細い華奢なネックレスなんですけど、これ私すごい使ってます。なんか重ねる時もすごい使いやすいし、で結構華奢なネックレスなので、ちょっと綺麗めな格好とかにも合わせられたりして、とってもよく使ってるんですが、これはセネっていう金属アレルギーの方でも使えるっていうブランドさんなんですけど、結構ね値段もそんなにお高くなくって、話題のブランドさんだと思うんですけど、長さも私はすごい気に入っていて、結構短めなんですけど可愛くてお気に入りで、続いてこちらのネックレスですね。これがですね、すごい、このネックレスの存在感すごいな。これが、ね、私ずっと読み方が分かんないんですけど、アリックスヤン、なんか前も調べたっけ私。アリックスヤンっていうところのネックレスです。こんな感じでスネークネックレスっていうのかな、こういうのは平べったい感じの、結構太くて、これも短めなんですけど、とっても存在感のあるネックレスです。で、アリックスヤンのネックレスがもう2つあるんですけど、まず1個がこれですね。まあ、これと同じような感じの、こっちはもうちょっとこう目が細かいというか、すごいシンプルなネックレスになってます。長さもさっきよりもちょっと長め。で、もう1つがこれ、よくね質問いただいてたんですけど、ハートのネックレスですね。これは普通にチェーンになってるんですが、こんなネックレス、これも結構可愛くて、最近ちょっとつける機会減っちゃったんですけど、すごい使ってましたね、これも。そして続いてこちらのネックレス、このチェーンのネックレスなんですけど、これがヤンフランクっていうところのものになります。このネックレスはね、結構前にゲットはしたんですけど、すごい可愛くて、ヤンフランクっていうところはなんかお祭りやってる、外で外でお祭りやってて、ちょっと音が入っちゃうかもしれない。これも結構ねインパクトが出て可愛いですね。で、次このね、シューナってこれ書いてあるんですけど、このネックレス、これがですね、ザ・エムジュエラーズっていう、どこだっけな、ニューヨークだったかな、メイドインニューヨークです。ニューヨークのブランドさんなんですけど、日本に前上陸して、そこでねゲットしたシューナって、これオーダーメイドで作ったものでございます。そして続いてがこれか、こちらの S っていうネックレスなんですけど、前にポップアップした時にいただいたものなんですけど、すごい長さも結構長めだし、このチェーンとかも割と細めになっているので、すごくレイヤーもしやすくって、すごいこれ使わせていただいております。ありがとうございます。そして続いてこちらのネックレスですね。これ結構質問いただいたりしてたんですけど、これはね、ローラ・ロンバルディっていうところのネックレスです。クロスの十字架のネックレスがすごい私欲しかった時にこれを見つけて、で、このなんかチェーンの太さも結構太めでインパクトがあって可愛いなと思ってゲットしました。これも割と長めですって。そして今つけてるのは最後なんですけど、コードネックレスと、このね、一番長いこのチェーンのネックレス、これセットなんですけど、これは本当につい最近ザラでゲットしました。こっちのチェーンの方は調節が効かないので、もうこの長さ、結構長めの長さなんですけど、このコードネックレスは自分で縛る感じなので、もうちょっとでグイッと上に上げても使えるってやつ。まあ、今日はちょっとすごいいっぱいつけているので、これはちょっと下目にやってますが、これもねすごい可愛くてお気に入りです。では続いてが、じゃじゃん、こちらのネックレスです。これもザラのネックレスですね。これはチェーンがシルバーになってて、でこのチャームはゴールドになってて、その配色が可愛くてゲットしました。結構太めなのですごいインパクトが出ます。続いてがこちらですね、人手のネックレスなんですけど、これもザラでゲットしました。これもね購入品で紹介したかな、確か。ロープが結構夏らしくて可愛くてお気に入りです。じゃじゃん、こちらの赤色のビジュのネックレスですね。これはね、なんかね、青山だったかな、青山かどっかのフラッと寄ったヴィンテージショップ、結構大人の方に向けたような
お店でゲットしましたね。なんか色合いが可愛くてとてもお気に入りです。続いてがじゃじゃん、こちらのネックレスです。これはシルバーのネックレスなんですけど、結構チェーンが太めなで割と短めなネックレスなんですが、これはねカールラガーフェルドでゲットしました。これもインパクトが出て可愛い。そして続いてがじゃじゃん、こちらのネックレスですね。このネックレスは結構つけるたびにどこのですかっていう質問をいただいていたんですけど、これはねヘブンっていうところのやつです。ヘブンバイマークジェイコブスっていうところで、マークジェイコブスの奇抜なライン、結構このブランドさんはね奇抜なアイテムだったりデザインのものが多いんですけど、このダブルヘッドだったかな、ダブルヘッドベア、体は一つで顔が2つついているっていう、まあペアネックレスっていうのかななんですけど、まあでも私は1人でつけております。一緒につけたりもするし片方でつけたりもするしっていう感じかな。これ最近なんかしてる人よく見かけますね。で続きまして、じゃじゃじゃん、こちらでございます。これね前あの韓国に行った時に買ったやつなんですけど、ハンナっていうブランドのもので、いろんな K-POP アイドルとかもつけたりとかしてるらしくって、韓国の現地の方がこのブランドは結構有名話題だよみたいな感じで言ってたんですけど、そこで買ったネックレスでございます。そして続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これはねティファニーのあのビーンズネックレスなんですけど、これ私はねヴィンテージショップでゲットしました。これもすごくまあシンプルだし、ティファニーなので有名なネックレスだと思うんですけど、シンプルで可愛くてお気に入りの一つですね。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これもですね、あの一番最初に紹介したこのめっちゃ華奢なネックレスと同じところで、セネっていうところのネックレスになります。こっちも割と短めではあるんですけど、このチェーンが結構太くてよりインパクトのあるネックレスです。で続きまして、じゃじゃん、こちらですね。このシルバーのネックレスなんですが、これはジュエミのネックレスになります。ジュエミの J がこんな感じでついてるんですけど、これもすごいあの長さもすごくちょうどよくてですね、私的に長すぎもせず短すぎもせずで、いろんなお洋服に合わせやすくて、一つやるだけでも結構インパクトが出たりするので、これもすごくお気に入りでよく使っております。で続きまして、じゃん、こちらでございます。これも十字架クロスのネックレスなんですけど、これねすっごいたくさん聞かれるんですけど、どこのですかって。これ私ベルシカでゲットしました。もうめちゃくちゃ前にゲットしたやつなので、もう多分ないと思うんですけど、これもなんかすごい使いやすくって、で長さも割とそんなに長くなくって、結構使ってますね。こんな感じで調節もたくさんできて、最近またすごい使ってるネックレスでございます。ベルシカあと2つあるんですけど、まず1個がこちらのネックレスです。ハイシーズっていう、あの私魚座なのでこのねネックレスを買いました。ちょっとキラキラっとしていて可愛くて、これも結構つけたりしますね。ネックレスって割とまあ多いっていうか、ほとんどが多分こういうチャームが1個ついていて、つけると雫型みたいな、反対の雫型みたいな感じになると思うんですけど、こういう文字がね横にバーって並んだものとか、こういうのって長さがある分、こういったネックレスとかと重ねて使った時にまた形が違う感じで可愛いんですよね。そう、それが結構使いやすいっていうか、私結構レイヤーするタイプなのでネックレス、こういうのが一つあるとまた見え方が変わってバリエーションが増えて可愛いかなっていうふうに思います。でもう一つがこちらですね。これもベルシカでゲットしたネックレスなんですが、もう一個なんかねレースのチョーカーみたいなのがついてきたんですけど、それがちょっとレースの方がチクチクしててあんまり使ってないんですね、正直。そう、まあでもこのクロスのネックレスがやっぱ可愛くて、これも割と長めな感じです。あ、でもう一個ありました、ベルシカのネックレス、こちらです。このチェーンのネックレス、コインっぽいちょっと平べったい感じのチャームがついたネックレスです。これもねよく質問いただいたりするんですけど、ベルシカでゲットいたしました。これもお気に入りで結構つけることが多いネックレスです。ふう、みんな疲れてないですか？私は結構疲れました結構喋ってる。そして続きまして、これ紹介しようかな。これがですねこんな感じの、これなんていう形なんだろうな、多分名前ある気がするんだけど、ちょっと私知識不足で知らないんですが、こういうなんか真ん中にチャームついてて、これでこう長さ変えてできるってやつこの形も結構最近よく見るし、トレンドなアイテムではあると思うんですが、私これねプラスバンドームっていうところでゲットしたネックレスでございます。これもさっき言ったようにちょっと普通のネックレスとはまた形
ちが変わるので、それ癒した時とかにすごい可愛くて、これもお気に入りですね。やっぱ最近はね、こういうちょっと長めのネックレスとかが気になるかな。短めのネックレスももちろんつけるはつけるんですけど、今まで私そう短めのネックレスとかが多かったんですが、最近割とこういう下まで長くあるようなネックレスとかも割とつけるようになりましたね。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これシルバーのネックレスなんですが、これもスネークチェーンのネックレスです。でもさっきのよりはもうちょっと細めな華奢なネックレスですね。これはアベモアのネックレスです。こんな感じでチャームがついております。でこれもう一色あって、こっちのねゴールドもあります。明るめのゴールドっていうか、黄身がそこまでバンと出ないようなゴールドなんですけど、これもまあ使いやすくって結構使ったりしてます。そして続きまして、じゃじゃん、こちらのネックレスですね。本当につい最近紹介したものなんですが、ジェスティーヌ・クランケっていうブランドさんのネックレスでございます。これはもう元々こんな感じで2つに分かれてないか、一緒なんですけど、こうレイヤード風なネックレスになっていて、まあ、1個つけるだけでレイヤーが楽しめるっていうのが私的にはすごく嬉しいポイントです。これはちなみに真ん中に紫色の美獣がついております。そしてもう一つこのジェスティン・クランケで買ったものがあるんですが、こちらですね。こんな感じの真ん中のチャームはこんな感じになってますね。なんかボールがついててリングがあってみたいな感じです。続きましてこちらのネックレスでございます。これめっちゃギャルな感じなんですけど、これはねブリングブリングっていうものかな、ブリンブリンっていうものかなで買ったものでございます。結構あのインパクト大な感じで、これも S のチャームがついております。キラキラでギャルって感じ、夏とかつけるとやっぱ可愛いですね。では続きまして、じゃん、こちらのネックレスでございます。これはめちゃくちゃ小さなリングがついてるんですけど、これはですね私のお父さんのお姉ちゃんにいただいたベビーリングなんですって。なんですってとか言って、そう、まあ私は覚えてないんですけど、それはもちろんめちゃくちゃ生まれたてぐらいの時にもらったものなので分かんないんですけど、このベビーリングを、まあ、もらって、でそれを私の両親が私が20歳になった時にプレゼントしてくれたネックレスです。私まあ3姉妹なんですけど、まあそれぞれお姉ちゃんももらってるし、私ももらってて、まあ妹はまだ20歳じゃないのでもらってないと思うんですけど、まあ20歳になったらもらうのかなって思うんですが、ネックレスにしてプレゼントしてくれたものです。すごい嬉しいですよね、こういうのって。なんかいや私も全然知らなかったので、20歳になった時に初めてこれもらって、えそんなのもらしたんだと思って、すごい素敵だなと思ったから、私お姉ちゃんも結婚してて、もうすでに2人姪がいるんですけど、にもプレゼントしました。だから20歳になったらきっとお姉ちゃんが渡してくれるはずで続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これすごいこのビジュアルがめちゃくちゃ可愛くて一目惚れでゲットしたものなんですけど、サンドラ・アレキサンドラっていうところのものです。ちょっと読み方違ったらすいませんなんですけど、これガラスでできてるんですよ。一個一個手作りで、このチャームハート型のねネックレスなんですけど、コードがちょっと深めのボルドーで、それもまたすごく可愛くてとてもお気に入りなんですが、これ私はねあの原宿のビームスでゲットしました。そうガラスだからさ、本当に割れないように私はちょっと気をつけています。慎重に扱わないといけない。では続きまして、じゃじゃじゃーん、こちらでございます。こちらのネックレスです。これも真ん中のチャームは S っていうイニシャルになってるんですが、これはザ・エムジュエラーズっていう、さっきのあのあこれか、今つけてたわこのシューナのこのネックレスと同じところのものでございます。そして続きましてが、じゃじゃん、こちらですね。見ての通りビビアン・ウェストウッドのパールのネックレスです。これもあんま最近使ってないんですけど、でもすごい使ってましたね。めちゃくちゃつけてた。これもパールのネックレスってやっぱこうすごい上品な感じがあって、あえてカジュアルなコーディネートにつけたりとか、それミックスさせるスタイルが私は大好きなので、そういう時に使っております。まあ、パールって言ったらこの前も紹介したんですが、じゃじゃん、こちらのロングネックレスも最近ゲットしました。私はね ZOZO でゲットしたんですけど、すごい難点にもなったネックレスですね。これなんていうブランドだっけ、ガールっていうブランドのパールのネックレスでございます。もう一つこのガールで買ったものがあるんですが、こちらのネックレスですね。わお
めっちゃ大きい声だった、びっくりした。こちらのネックレスでございます。さっきのやつはもう全部つながっていて、これでねつけれるやつなんですけど、これはもう一つのネックレスで、まあ自分でこれをこうやってどんな感じでつけようかなみたいな、こうかけてできるみたいなネックレスです。こういったパールのロングネックレスも最近私気になってるファッションで、前にもこれはね購入の時に詳しく話してるんですけど、パールのネックレス、長めのネックレスをしてるのをコーディネートを見かけたりとかしてて、可愛いなと思ってずっと気になっててようやく買ったっていうやつです。でもう一個パールのネックレスあるんですけど、じゃじゃん、こちらですね。これはもう結構短めな感じでつけれるやつで、まあ、でも2連になったネックレスです。これがキューピッドハートっていうところの、これも ZOZO でゲットしました。では続きまして、じゃじゃん、こちらのネックレスなんですけど、これもコードネックレスで、コードネックレスね今すごいトレンドですよね。結構いろんなコードネックレス最近見かけるんですが、これね私DIY っていうか、まあ、自分で作ったネックレスなんですよ実は。そうだから売ってるものとかじゃなくて、でこのチャームも韓国に行った時に私がすごい推してるシャロームっていうブランドがあるんですけど、そのシャロームに行った時にお買い物をして、でそのお買い物した袋のリボンみたいなのでこのハートのチャームがついたリボンをつけてくれたんですよ。で元々はなんかレースの紐のやつだったんですが、このチャームが可愛かったのでこのねコードのネックレスをつけたいなと思って、100均で私これ買いました。ワックスコードっていうのかな、このコードを割と私は長めに切っていて、でまあこんな感じで首に何周かして縛ってつけるみたいな感じで使ってますね。これもね結構どこのですかっていう質問をいただいてたんですが、自分で作ったものなので同じのはないんですが、ぜひみんなもなんか作ってみてください。めっちゃ簡単なので本当に。では続きまして、じゃじゃん、こちらのネックレスでございます。ネックレスというかまあなんか首飾りみたいなコードネックレスなんですけど、これは H&M でゲットしました。マッサージみたいなのがついたネックレスです。なんかこういうお花みたいなのがついてこういったネックレスもめちゃくちゃ今トレンドアイテムで、海外ガールとかでもやってる人が多くて、とても可愛いアイテムです。でもう一個こういうアイテムがあるんですけど、もう一つがじゃじゃん、こちらですね。これはなんかもうボロタイみたいなこういう感じでもつけれるし、首までキュッと締めて使いもするってやつなんですけど、これはねデュイデュイっていう韓国のブランドのものでございます。これすごい可愛くてお気に入りです。なんかこういうのって寂しいなっていう時とかにつけると一気に花が出て可愛くなったりするので、おすすめアイテムです。はい、ということでネックレスはとりあえず厳選したものは以上でございます。すごい量があったと思うんですが、では続いて今やってるこのブレスレットを紹介していこうかなというふうに思います。ではまずまあすごい一番目立っているこの色味の強いゴールドのブレスレットなんですけど、こっちにも同じものがついてるんです。これ全部でね8個あるんですけど、これは全部ガラのものでございます。全部セットになった1個のやつなんですが、これはね実はビーズっていうかこうゴムでつながれているブレスレットになっているので、すごい使いやすくって、で結構軽いのでこんだけつけててもあんまりこう重くなくていいなと思っております。すごいインパクト出ますよねこのブレスレット。これ結構最近ゲットしたやつなのでまだあると思う。で続いてがこちらのブレスレットなんですけど、これがねエンパシオールピープルっていうところのものでございます。これも結構イエローゴールドみたいな感じで色味が強いのでアクセントになるというか可愛い。これも続いてがこのチェーンのブレスレットなんですけど、これがセネでゲットしたものでございます。これもすごい使いやすくてお気に入りです。で続きましてじゃじゃん、こちらのブレスレットでございます。これはですねさっきネックレスでも紹介したんですけど、ブリングブリングっていうところのブレスレットでございます。これもすごい可愛くてお気に入りでよくつけてますね。夏つけると可愛いですよねブレスレット。そして続いてがじゃじゃん、こちらのブレスレットです。これさっきネックレスでも紹介したヤンフランクのものです。このネックレスと同じチェーンのブレスレットです。続きましてこちらですね、これもネックレスとお揃いのブレスレットなんですが、カールラガーフェルトのチェーンの
ブレスレットです。これも結構太くてごつくてお気に入り。やっぱり私アクセサリーは結構ごつめというか、でも華奢なネックレスとかも最近めっちゃ気になっていて、逆に華奢なネックレスをいっぱいこうジラってつけるみたいなのもすごい可愛いなと思って、最近はまあそういった華奢なネックレスあんま持っていないので、そういうのもちょっと探していきたいなって思ってるところなんですけど、まあでもやっぱすごいインパクトの出るアクセサリーも大好きでよく買っちゃいます。ということでブレスレットは以上かなです。では続いてピアスを紹介していきたいと思います。ピアスは本当に 99.9% でフープのピアスをよくつけてますね。あんまりフープ以外はそこまでつけたりしないんですけども、たまーにつける、本当にたまにつけるんですけど、まあ、大体フープ で今つけてるこのピアスはおばあちゃんにもらったピアスで、すごいね可愛くてお気に入りです。ちょっとなんかねじれてるというかのデザインで可愛くて、大きさもすごいなんかちょうどいい大きさじゃないですか。可愛くてお気に入りで、続いてがじゃじゃん、こちらのピアスなんですけど、これもフープですね。さっきよりもちょっとちっちゃめなフープピアスで2連っぽくなってるんですが、これはヤンフランクのピアスでございます。そして続きましてじゃじゃん、こちらのピアスなんですが、これもすごいノーマルな本当にシンプルなリングのピアスで、結構これは控えめな感じなんですけど、これ私はグレーでゲットしました。すごいの洗練された感じのデザインで可愛くて、でもそんなにお値段も高くなくておすすめなブランドさんです。そしてもう一つグレーでゲットしたものがあるんですが、じゃじゃん、さっきよりももっとちっちゃいこんな感じのフープピアス、これもゴールドなんですけど、結構本当にちっちゃくて、これも激革でお気に入りの一つです。ちっちゃいけどちょっと太いからそんなにこう華奢すぎなくて気に入ってます。では続いてがじゃん、こちらのフープピアスですね。これもゴールドなんですけど、セネでゲットしました。今してるのってどうだろう、今してる方が若干大きいかな、同じぐらいか、セネの方が大きいかな。大きめではあるけど細めなので、そんなにこう重たくもなくてシンプルで、でも使いやすくて結構つけること多いですね。もう一つこれ空張りあって、シルバーの方も持っております。最初にこのシルバーを私持っていて、シルバーのこのピアスが使いやすすぎてゴールドもゲットしたっていう感じですね。これもお気に入りです。続きましてじゃん、このめちゃめちゃ大きなフープピアスですが、これはね、フォーエバーで買いました。前の時、今もまた再上陸してると思うんですけど、前会った時にゲットしたものなので、めちゃくちゃ前から使ってるんですけど、フォーエバーのこんな大きなフープピアスも持っております。やっぱりこういう大きめのピアスとかってあんまりやっぱ日本のブランドでそこまでないと思うんですよね。やっぱ海外ブランドだからこそな感じの大きさかなと思うんですが、これも最近もまたよく使うようになりましたね。やっぱ可愛いですよ、フープピアスって。で続きましてじゃじゃん、こちらのピアスでございます。これは結構太めなフープのピアスなんですけど、すごいインパクトが出るんですよね。だからこれはアベマーのピアスでございます。でもう一つシルバーもありまして、じゃじゃん、こちらですね。私は最近はもう結構どっちもつけること多いんですけど、まあ、やっぱどっちかっていうとゴールドが多めですかね。ゴールドは本当なんか女性らしくもなるし、でもなんかなんだろうな、ちょっとこういかつさもありみたいな、そこが結構好きなポイントですね。まあ、どっちも本当好きなんですけどね、強いて言うならゴールドの方がやっぱ好きかなっていう感じです。そして続きましてまだあるんですけど、じゃじゃん、こちらのフープピアスですね。これもねめちゃくちゃ気に入ってよく使ってます。これはねトムウッドのピアスで、まあ、やっぱトムウッドなのでちょっといいもの、今まで紹介した中では結構いいものなんですが、だからこそなんかこのゴールドの綺麗さというかすごく好きで、なんかつけるだけでちょっとこう上品さもあるし、結構太めな感じなので、このぐらいの大きさなんだけどちゃんとしっかりインパクトも出てくれて、これもお気に入りのピアスですね。キャッチがなくてパカッて開くタイプっていうのも結構気に入ってるポイントです。そして続きましてじゃん、こちらのピアスでございます。これね1個売りなんですよ。片っぽずつ売ってるもので、私はこれ1つゲットしたんですが、これはねマリアブラックっていうところのピアスでございます。貫通してるみたいな感じのピアスですね。ここが開いていて、こっちを表にしてつけたら普通にフープに見えると思うんですけど、前から見た時にこの開いてる方をこっちに向けてやった時はちょっと
こ拡張したみたいな、拡張というか貫通して見えるようなピアスになっていて、これも可愛いです。もう一つこのマリアブラックでゲットしたものがあるんですけど、まあ、これはピアスというかイヤーカフなんですけど、こんな感じのイヤーカフ、ここだけちょっとシルバーになっててバイカラーのイヤーカフで、これも可愛いんですよ。この耳の上から通してピッとこんな感じで使うイヤーカフです。これも可愛くてお気に入り。そして続きましてじゃじゃん、こちらでございます。これは見たらわかると思うんですが、ビーゼルの D ロゴのピアスです。シルバーですね。結構大ぶりなのでインパクトが出てです。で続いてラストなんですけど、ピアスはじゃじゃん、こちらのピアスですね。この星のピアスなんですけど、結構これはしっかりと重さもあって大きさもあるんですが、これはね H&M とミュグラーっていうブランドがコラボした時に発売されたピアスです。これもすごく可愛いです。はい、ということでピアスは以上でした。では最後リングも紹介していきたいと思います。私はリング大好きなんですけど、結構まあリングも日頃から質問をいただくことが多いんですが、まあ、ちょっと今回も厳選して紹介したいと思います。じゃあまず右手からいきますか。こちらの薬指につけているこのレッドのビジューがふわーっとついたリングなんですが、これがザ・エムジュエラーズでゲットしたものでございます。すごい可愛くて、まあ、赤色の色味もすごい可愛くてめちゃくちゃお気に入りです。ちょっとレッドブラウンみたいな感じで落ち着いた感じで可愛いね。この人差し指についてるリングはセネでゲットしたものです。このねリングめちゃくちゃおすすめ。ちょっとこう丸っこいボテッとした感じのリングなんですけど、そのゴールドもすごい素敵なカラーだし、ポイントにもなるし、でもシンプルなデザインだから上品な時にも使いやすくって、そこもすごく気に入ってますね。いろんなシーンで使えるめちゃくちゃ万能なリングです続いてこちらのリング、左手なんですけど、まず人差し指のこのリングはさっきのこの薬指についてたとこと同じでザ・エムジュエラーズっていうところのリングでございます。色違いではないか、このレッドの方がもうちょっとビジューが大きめで、こっちのクリスタルというかクリアというかの方はもうちょっと細かめなビジューがブワーってついてて、これもすごい可愛いですよね。でこの真ん中中指にしているこの太めのリングは、これはおばあちゃんにいただいたものですね。本当にこのリングはお気に入りでめちゃくちゃつけてます。ほぼ毎日つけてると言っても過言ではないくらい結構ずっとつけてて、最後この27のリングなんですけど、小指につけてるピンキーリング、これはパクチー東京でゲットした、これもカスタムのリングです。なんで27かっていうと、前実家で飼っていた愛犬の誕生日の2月7日なので27にしております。もう一つこのねパクチー東京でゲットしたリングがあるんですけど、それがこちらのリングです。これはねワッフルって書いてあるんですけど、その愛犬の名前がワッフルだったのでこのリングをつけました。これはね親指に入る大きさにしました。はい、続いてがこれ紹介しようかな。じゃじゃん、こちらこれもさっきのこの薬指と人差し指についてたリングと同じザ・エムジュエラーズで買ったチェーンのリングですね。キラキラでインパクトあって可愛い、いたです。そして続きましてじゃじゃん、こちらです。これはダブル46のリングでございます。シルバーのリングで可愛いです。続きましてじゃじゃん、こちらのリングなんですけど、これ結構ね大きめですごいインパクト出て可愛いんですが、これもこの人差し指のリングと同じセネのリングでございます。これもちょっと上品な時にも使えて、結構いろんなシーンで活躍してくれるリングです。セネのリングもうちょっとあるんですけど、まずこちらですね。このリングはですねちょっと形が変わってると思うんですが、2連でつけれるリングですね。こんな感じで、これもね可愛いんですよね、お気に入りで。もう一つセネのリングがあるんですけど、こちらです。このシルバーの、これは3つリングがつながっているんですが、こんな感じでつけれるリングですね。ほんとセネのねアクセサリーはめちゃくちゃ愛用させていただいております。で続きましてこちらですね。すごいゴツめのシルバーのリングなんですけど、最近私これゲットしたやつで、めちゃくちゃこれもね結構スタメンでよく使っているんですが、これはロームっていうところのリングです。シルバーのこういったゴツめのリングが欲しくてゲットしました。なんかまあこっちはチェーンみたいな感じになってて、でこっちにはロームっていうロゴが入っているので、気分とかで
こう変えれるみたいな感じです。ちょっとこれ錆びてきちゃったんですけど。で続きましてこちらですね。これはジュエッテっていうところのリングで、これはね私の親友に誕生日プレゼントで、何年前だろうな、あれ2年前かなにもらったリングです。このゴールドの太めのリングにシルバーの華奢なリングが重なっているっていう、でもおしゃれなリングです。そして続いてがじゃん、こちらのリングなんですけど、これもちょっと色が錆びてきちゃっているんですが、アンフランクのリングですね。さっきのあのピアスと同じデザインのリングバージョンでございます。そしてもう一つヤンフランクでゲットしたのがあって、こちらですね。この潰れたような感じの結構薄めのリングなんですけど、すごい軽くてサッてつけれる感じなんですが、これもね結構お気に入りでよくつけたりしております。そして続いてがじゃじゃん、こちらのリングです。これもさっきのリングとちょっと形は似てるかな、平べったくなった感じのリングなんですが、これがアレッタジュエリーっていうところのリングですね。これもね親指サイズかな、結構大きめで親指につけれます。そしていよいよ次でラストなんですけれども、ラストがじゃん、こちらでございます。これがスパークレーンっていうところのリングなんですけど、これも自分のイニシャル S のリングになっております。疲れたはい、というわけでこんな感じで、もうちょっとあったりはするんですけども、厳選して紹介したアクセサリーたちでございます。すごいボリューミーな動画になったと思うんですが、結構たくさん質問もいただくことが多かったので、今回はちょっとドドンと紹介してみました。ここといったアクセサリーブランドで買うっていう感じではなく、結構私そういう海外のブランドのアクセサリーとかもあったりするんですけど、そういうのは大体なんかインスタとかでたまたま見つけたとかで買うことが多いですね。なのでまあ結構ブランドはバラバラだったと思うんですが、でも本当全部お気に入りで買ってるアクセサリーたちでございました。まあよかったらぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。